動画で見て、うん、それからこんなことをやるよ、うんうん、手が大丈夫だったらいいです。足の裏ってなんか大根おしみたいなあれじゃないですか。こっちが削れるよ。その前もあの外確認したりとか。こっちが削れるよって言ったら、ここのところですね、よく硬い人いて、まこうするんですけど、塗っても塗っても、うん、ね、人の場合はもう本当押していくしかないよね。滑ったら、滑られたらこっちが抜けちゃうので、うん、こうプッシュしていく、うんうんうん、でいいと思う。で、多分そういうところなんで、多分そもそも感じないからって言ったらなんだけど、そんなに角質が厚いってことは、うん、そこを突き抜けてまで中に刺激をしないと感じないわけじゃない、うん、なんか、壊してもいいと思う。高さとか、私もこう、こうしたりとかするのも、硬い人にもこう真ん中だけして、うんうん、で、やっとって、うん、海に当たったものはそもそも感じなくなっちゃってると思うから、うん、手向けどこぶりやらなフットケアしてきてくださいね。だって冷えてても角質って熱くなるので、そういう話もしてあげると、うんうん、代謝が悪いから角質が溜まりやすかったりする、うん、こう習うんですけど、うん、こうするとここが痛いから最近こうやってんですよ、うん、でもここって何やってんだろう。首の股を刺激したり、うん、ここ、うん、ありますよ。この骨の中、うん、刺激した骨と骨の間、うん、手だとここ、うんうん、気持ち悪くはないと思う。ただツボなので、あーそこ気持ちをしてほしいっていう気持ちよさじゃないと思う。なんか、うん、響くね、うんうんうん、どうが気持ちいいんだ。特に何も違和感はない感じで、うん、え、こうするのとこうするのと、こっちだと、うん、でもこっちが刺激されてるから気持ちいいと思う、うん、あの水かきのここ、うんうん、今のだとこう骨の股を刺激してる感じだから、うん、私もこっちはやる、うん、そこの方がいいのか、うん、この時もここでやろうとするので、ここが辛いんですよ、うんうん、この形にして手ごと動かしてあげると、あ、うん、こっちもちょっとサポートしてあげるというか、もっとしっかり、うん、この支えてる指をちょっとこう補助してあげると、うん、この力で挟まなくていいじゃないですか。この力とこっちの力が足されるので、うん、でそのままこう、上下上下してあげると気持ちいいよね、うん、なるほど。気持ちいい、ここだけで無理にやろうとしないで、これは形を作る、こっちの手でその挟む力をサポートしてあげる、あとは体全部使って上下上下する、うん、何でしたっけ、前後か、うんうん、でそれを挟んでいく、うん、楽だ、うん、楽だし、なんかあのやってる感がある、うん、その自分が何をやってるのかっていうのがなんとなく納得できる、うん、それで一番大事ですね、うん、やってることがよく分かんなくてやってるって、うん、多分そのモヤモヤも伝わるから、お客さん、うん、今ピンポイントじゃないですけどしっかりされてるか、指の股も、ね、うん、ここがちょうど刺激されると思うので、うんうん、なんかこう反射区のここも刺激したいんですっていう目的だったら、なんかいまいち気持ちよさが感じられなくても、なんかの効果が得れるかもしれないけど、うん、体感的に気持ちを優先したいんだったら、うん、こっちでいいんじゃないかな、うんうんうん、今日の動画はいかがでしたか。このチャンネルでは主にセラピストさんに向けて、技術や考え方、お客様と長く付き合っていくためにはどうしたらいいの、そんな内容をお届けしています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そしてもっと知りたい、学びたいという方はメール講座無料で配信していますので、よかったら概要欄の方から登録よろしくお願いします。